さんこんにちは、リストロですとママさん。バンバンザイさんのお三方に今回はコラボしていただくことになりました。ありがとうございます。キャラ違うぞ。全然キャラ違う。さっきとカメラないのが面白いんじゃない。一つ言いたいことがあって、あ、ちなみにおいくつ。僕は22です。22歳。22です。まあ19歳です。個人チャンネルをすごい結構見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。自称ぽっちゃり。はい、ぽっちゃりですよ。このモルモトルナさん、ちょっと前に出てもらうんですけど、モルモトルナ誰モルモトルナ同じ事務所でぽっちゃりで売ってるって聞いてるんですけど、はい、申し訳ないんですけど、私はぽっちゃり枠で売ってるというか、うん、ちょっと負けてられないなっていう。いや、でも私 TikTok とかで結構ぽっちゃりって言われたんで、ルナちゃんの服を交換して、私と、はい、どれだけおしゃれに着こなせるか勝負していきたいと思います。うわー、いい。マジや。それではやっていきます。そう、さあ、やってまいりました。ぽっちゃりルックブック対決のお時間でございます。はい、本日一緒に解説をしてくださるのは、右からバンバンザイのギシさん、よろしくお願いします。そしてこちら、プロレスラーのポンさんです。よろしくお願いします。ポンです。よろしくお願いいたします。バンバンザイの美女ミユでございます。よろしくお願いいたします。ご準備されていらっしゃいますが、森本選手は今うんこしてましたね、多分。はい、あの重量をね、少しでも軽くするために、はいはい、はい、排便されている。おしっこだよ。おしっこでした。本日の勝負、結構熱い勝負となっていて、はい、まあ、5年越しの因縁の対決らしいんですが、どちらが勝敗を決めると思われますか。譲り合う。以上、実況側からお送りいたしました。はい、それでは自称ぽっちゃり選手2名ご入場ください。こんにちは。それでは選手宣誓。宣誓。僕たち、私たちはぽっちゃりという名をかけて、ぽっちゃりという名をかけて競いたいと思います。では、あのね、5月某日、バンバンザイ代表森本瑠奈、ダチブダチャンネルリストもよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは簡単に勝負のルール説明を岸さんからお願いします。ということで、本日のルールを説明します。はい、まずはじゃんけんで、勝った方が、勝った方が、勝った方が、誰に聞いてんの。ちゃまんないで。笑いのアンコすごい。は？は？朝つぼい。つぼい。つぼい。勝った方が先行ですね。はい。ということで、早速全力なじゃんけんをお願いいたします。最初のゲーム、じゃんけんぽい。ではいただきたいと思います。はい。はい、では先行森本瑠奈。はい。後攻リセともよ。はい。ではルックブック。スタートです。私はこちらを着ていきたいと思います。え、怖い。ショッピングしに来たいじゃん。着ればいいんだもんね。かわいい。かわいい。これはかわいい。やっぱ男性から見てどうですか。いや、非常に素晴らしいですよ。テーマは彼氏とピクニックに行くぞみたいな。行くぞみたいな。シンプルルナ普通に着てそう。かわいい。もらおうとしてるね。完全にもらおうとしてます。危ないです。かわいい。かわいい。世界一。はい。勝ったね、これ。まだだな。では、あの、結果発表参りますか。あ、そうだね。結果発表。結果発表からいきますか。そうですね。はい、じゃあ、そちらのホワイトボードから。あ、そうですね。あの、配っていきますね。そうですね。あの、相方さん、相方さん見てますけど。大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫です。あの、あ、大丈夫じゃないの。そして友よのターンに移らせていただきます。お願いします。はい、ルナちゃんよくオーバーオール開きますね。おお、いい。竹はね、あれシンプソンズなんかでかくなりましたね。ちょっ
と飲みました、しもと。え、まだまだまだ。まだ。すいませんね、まだ。はい。え、でも切れてましたね。うんうん。あ、でもうちのルナだったら多分あのボタン外さないで上まで上げれる。あ、そうですね。せめてそのまず片足が入んなかったら分かんないみたいなこと。お、いける、いけるよ、これいけるんですよ、これいけるんですよ、いけるんですよ。今どこが入ってないの、ちなみに。全然ケツがもう全然出てない。まだ諦めてない、まだ諦めてない。いける、いける、いける。骨盤が、あ、なるほど、嘘、いけちゃう、細いじゃん、細いじゃん。結果発表に移りたいと思います。はい、悩みましたね。いや、非常に悩みました。いい勝負だと思いますね。では勝者の名前を発表してください。ルナさん。ルナさん、ルナさん。こんな偶然タイミングがね、すごいですね、揃うとは、はい、思ってなかったですね。いや、思ってなかったですね。今回はルナさんということで、はい、はい、ありがとうございます。終了になります。とい ますということで第2ラウンド。テンション上げ、ジャケっぽい。おお、みえちゃんここ入れるよ。入れるかな。ガチだ。H&M でいうと一番ちっちゃい方じゃないですか、ね、ちっちゃい方ですね、結構ですね。ちなみにあれですね、うん、僕のクロスキニーは34でございます。ちなみに1個言うと私もこちら S サイズでございます。すいません、マウントなんか取っちゃった。すいませんね、ごめんなさい、すいません、すいませんね、あの、あれあれ膝で結構泣いてますけど、あ、やばいやばい、意外に意外におっぱいがすごいな。おっぱいしか目がいかねえよ、おっぱいあっぱいだったよ。これが限界なんだよな。あ、いける、あ、いける、いける、めっちゃいける。あ、あ、入った、入った。あ、でも、いい感じだ。何を見たと思った。いい感じ、いい感じだよ。あれだけおじいちゃんのパンツ。これは入れない。あ、ほら、無理だね。一回やる。え、待って、せーの。いや、ほら、無理じゃねえよ。隠せるからね。そうですね、ありがとうございます。あ、確かに、いい感じ。お、いいじゃないですか。
あ、出てる、出てるよ、出てるよ、出てるよ、どこが出てるのかもうわからない、自分からしたら全部出てるじゃん。また勝敗を決めていきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、準備は整ったでしょうか。はい、では第2ラウンド勝者の発表です。ルナちゃん、ルナちゃん、ルナ、何十分でしょう。ハートから中長おっぱいにすごいみたいな。もうハートしか見なくない。もう今マスクできんじゃないもし。下ネタで大笑いしすぎて第3回戦使えませんでした。リセさんなんですけど、このリセさんの服があるじゃないですか。だんだん拡大していった、うん、だん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 拡大していったら、ここになんか書いてますね。どんなルナでした。せーの、ルナ。はい、ということで、はい、ブックブックありがとうございました。ルナちゃんたち、お疲れ様でした。楽しかった。私、今こんな感じ。そのうちルナちゃんぐらいの体型にはなって30キロぐらい痩せる予定なので、岸くんとカップルチャンネルやろうかな。え、ダメだよ、こっちにはいるから。次私と勝負です。あー、なるほどなるほど。ルックブックね。おまさいさんの方のチャンネルでも爆食の方させていただいたので、はい、概要欄に貼ってあるのでぜひ見てください。お願いします。ということで、ママダイさんでした。ありがとうございました。バイバーイ。 OK です。ありがとうございます。本当に本当にご無礼を本当に申し訳ない。全然全然申し訳ない。ありがとうございました。楽しかった。楽しかった。本当に申し訳ない。ママダイ飛んできたな。